小麦。小麦。小麦は、稲科小麦属に属する一年草の植物。一般的には、パン小麦、学名、トリティクムエイスタベムを指すが、講義には、クラブ小麦、学名、トリティクムコガクトムや、デュラム小麦、学名、トリティクムデュルムなど、小麦属、学名、トリティクムの植物全般を指す。世界三大穀物の一つで、パンや麺類、 カ子シなど様々に調理され、食用にされる。古くから栽培され、世界で最も生産量の多い穀物の一つである。年間生産量は約7.3億トンであり、これはトウモロコシの約10.4億トンには及ばないが、米の約7.4億トンにほぼ近い2014年。他の三大穀物と同じく基礎食料であり、 各国で生産された小麦はまずは国内で消費され、上与が輸出される。日本国内において、麦、小麦、大麦、裸麦は食料法により価格統制が存在する。小麦の実は硬い外皮に覆われ、その中に過食部である胚乳と胚芽が,が,が存在する。この3部分の割合は、外皮が13.5%、胚乳が84%。 肺がが2.5%である。主に食用とするのは肺乳部分であり、製粉して小麦粉とするのはこの部分である。火皮や肺が部分、襖も食用とすることはできるが、食味に劣る上小麦粉に混入すると品質が劣化しやすくなるため、一般的な小麦粉に使用することはない。しかし、襖部分には独特の風味と食物繊維など有用成分があるため、 販売されることもあるほか、これを取り除かずそのまま子にした全粒粉も存在する。小麦は本来は越年生の植物であり、秋に種をまいて越年させ、春に発芽し夏に収穫するのが基本形である。これは、発芽のためにある程度の低温期間が継続する、必要があるためである。しかし、突然変異によって、低温期間を必要としない品種が生まれ、 寒さが激しく種が冬を越せない地方や、逆に本来の収穫期に雨季を迎え収穫が困難になる地域において栽培されるようになった。この品種は春に巻いて、夏の終わりに収穫するのが一般的である。巻く時期から、前者を秋巻き小麦、後者を春巻き小麦と称する。秋巻きは10月中から11月初頭にかけてがよく、11月下旬から12月に、 入ってからの霜が降りる時期になると極端に発芽率が悪くなる。秋巻き小麦の開花、欠日は5月から6月、春巻き小麦のそれは7月から8月であるが、この時期に雨が多いと小麦の種子内のグルテンの形成が鈍くなる。小麦のゲノム解読は2018年に完了している。64カ国の610機関で構成する。 国際小麦家の向解読コンソーシアムには、日本からは農業、食品産業技術総合研究機構や京都大学などが参加した。収穫された種子は粉にして小麦粉として使われる。小麦粉はパンやうどん、中華麺、菓子、パスタ、そうめん、クスクス、天ぷらの衣などの原料となる。粒の硬さにより生成される小麦粉の種類、用途が異なる。 ビールは通常大麦から作られるものであるが、白ビールは小麦の麦芽が多く使用して作られる。ウイスキーや工業用アルコールの原料にもなる。また、小麦粉からはグルテンを作ることができ、グルテンを加工すると腐を作ることができる。また、グルテンからは代用肉であるグルテンミート、生炭も作られ、ベジタリアンやマクロビオティック用アレルギーや 食事制限用の肉代用品として使用されている。品質が劣るものや、製粉の際に出るふすま、ふ、イコール小麦のぬかは、家畜の飼料となる。ふすまは、セルロースなど不要性食物繊維を豊富に含むことが、着目され、朝食用シリアル等にも用いられるようになった。また、小麦の肺芽には、油が含まれ、食用の小麦肺以外を劣ることができる。 小麦属トリティクムは、一個もの年実粒数、染色体数、ゲノム構成によって、一家のように分けられる。小麦は栽培時期等によって、一家のように区別される。ユーラシア大陸中部のコーカサス地方からメソポタミア地方にかけてが、原産地と考えられている。一粒系小麦の栽培は1万5000年前頃に、始まった。その後一粒系小麦は、 くさび小麦イージラップススペルイズと交雑し二粒小麦になり、さらに紀元前5500年頃に二粒系小麦は野生種のタルホ小麦アエスキローザと交雑し、普通小麦 T ・エイス・タベムが生まれたと言われる。小麦の栽培はメソポタミア地方で始まり、紀元前3000年頃にはヨーロッパやアフリカに伝えられた。テルアブ・フレーラなどから採掘された。 古代の野生種麦はもともと成熟すると麦母が風などにより容易に飛び散る性質を持っており、当初の小麦も収穫には非常に手間のかかる作物であったと考えられている。このため、その貴重さと安造のしやすさから一種の交換の媒体、通貨として取り扱われていたのではないかと推測されている。シリア地方からヨーロッパなどに栽培の範囲が広がるにつれて品種多がなされ、 この種子の飛び散りやすさの特性が失われ、主食穀物としての座を獲得することになった。栽培植物化の時期は、大麦の方がやや早く、当初は大麦の方が重要な作物であった。これは、大麦の収量の多さや収穫時期の早さ、粒の大きさなどによる。また、この時期は、小麦も大麦も、粥として煮て食べるものであったため、 調理方法の差が重要となることはなかった。しかし、製粉技術が進歩し引き薄が登場すると、粉食によりうまさが増し、グルテンを持ち様々な料理へと加工することが、容易な小麦が、大麦に代わって最重要の作物となっていった。製粉のための水車を人類発の機械発明とする説もある。聖書の中にも、頻繁に麦や小麦が登場し、 重要な作物であったことがわかる。聖書の中で小麦が最初に登場するのは最初の書である。創世紀30章14節である。中国への小麦の伝来は4000年前頃で、粉食用として広く栽培されるようになったのは3000年前頃である。これは小麦が冬作物で、あわは稲、米の葉栄域に収穫されたためで7000年前から、 栽培が行われていた大麦とは対照的である。中世にはヨーロッパではすでに小麦が最も重要な作物となっていたが、特に農民や仮想の都市住民には小麦だけで作られたパンは贅沢品であり、大麦や塩爆、ライ麦といった安価な穀物が食生活の中心となっていた。一方で栽培される小麦においてもパン小麦は エンマー小麦やスペルト小麦よりも優勢であり、より高く評価されていた。パン小麦には液脱穀性があり、南脱穀性のエンマー小麦やスペルト小麦に比べ、脱穀の手間が少なかったためである。大航海時代に入ると、新大陸に移住したヨーロッパ人植民者たちが、故郷から小麦を持ち込んで栽培し、新大陸においても、基幹食料となっていった。 アメリカ合衆国やカナダ、オーストラリアといった現在の小麦主要生産国に小麦が持ち込まれたのもこの時期のことである。また、18世紀頃からヨーロッパでは徐々に市民の生活が向上し、また農法の改善や生産地の拡大によって小麦生産が拡大すると、共に小麦が食生活の中心となっていき、量の面でもライ麦に変わって、 小麦が中心となっていった。20世紀後半、ノーマンボーローグラによる小麦農林15を親とした小麦の短観種の研究が進められ、肥料を多量に使用しても竹が高くならず、倒復の危険なしに大量の収穫が見込める品種が次々と開発された。この研究から緑の革命が起こり、これによって多収量の上安定した収穫が望める。 新品種が発展途上国を中心に普及し、メキシコなど多くの発展途上国で小麦は大幅な増収となり、生産性も大幅に改善された。その一方、干ばつなど災害による地域的な不作もなくなってはいない。中国経由で伝来されたと考えられている日本でも、約2000年前の遺跡から小麦が出土しており、伝わったのはそれから遠くない弥生時代であると、 考えられている。なら、平安期には、五国の一つとして重視された、和名類受賞には、小麦、松麦、ム麦イコール、新麦の名で伝わる。一方で収穫前の大麦、小麦の青草を、貴族や有力豪族が、農民から買い上げて、馬の飼料にすることが行われ、当時の政府がこれを禁止する、大乗官府が、たびたび発令、751年、 808年、819年、839年、されており、稲や泡と比較して、食用作物としての認識が十分に広まっていなかったとする見方もある。ただ、これには、当時の日本に製粉用の引き薄がほとんど普及していない、という事情があった。柔らかい胚乳が硬い表皮で覆われた構造の、濁流を食用にするには、 全体を引きぶしてから小麦粉とふすまに分離する必要がある。引き薄を持たない庶民は月薄を使っての非効率な製粉作業に甘んじるしかなかった。その手間を嫌い手早く利益を得る方法として小麦を飼料用に販売したとも考えられる。それ以降も小麦は全国で栽培され続けたが製粉技術が未発達だったために使用法が限定されていた。 それでも鎌倉時代に入ってに毛作が始まると稲の裏作作物として小麦が採用され室町時代に入ると米に比べて麦の税率が軽かったために裏作での小麦の栽培量が急速に増加した日本では製粉技術の発達が遅れたため小麦その他粉を使用した食品は長らく贅沢品とされた庶民がうどん、まんじゅう、ほうとう 水豚などの粉食品を気軽に口にできるようになったのは、引き薄が普及した江戸時代以降である。稲の裏作として、麦の生産が盛んに行われるようになり、粒のまま食べる大麦と粉にして食べる小麦が共に、食用として栽培された。都市では小麦粉を使用したうどんや天ぷらといった料理や、まんじゅうなどの和菓子の消費が大きくなる一方、自家消費の割合の大きい農村では製粉という、 手間のかかる小麦は日常ではなかなか口にできるものではなかった。このため、小麦などの粉色は、晴れの日の料理として扱われることが多かった。明治時代に入り、欧米からパンなど様々な小麦料理が伝わってくると、小麦の消費も増大した。明治時代初期には三十六万ヘクタールだった。栽培面積は、大正時代には五十万ヘクタール、最も栽培面積の 大きくなった第二次世界大戦中には70万から80万ヘクタールに上るようになった。第二次世界大戦後には学校給食が始まり、パン主体の給食と食の欧米化、多様化は小麦の消費をさらに拡大させた。一方でアメリカなどから安い小麦が大量に入ってくるようになったことや二毛作自体の衰退。 そして1963年の38号節と夏のタウンにより小麦生産が大打撃を受けたことにより栽培面積は急速に減少して1963年には栽培面積60万ヘクタール自給率20%前後だったものが1973年には栽培面積は7.5万ヘクタールにまで減少し自給率はわずか4%となった その後、減炭政策によって、小麦の生産が奨励され、生産はやや復調傾向にある。2005年には、栽培面積は21万ヘクタール、自給率は14%となっている。小麦は、温帯から寒帯にかけて栽培されている。比較的乾燥に強く、生産限界は、年間降水量500メートルである。灌設備が整っている場合は、 さらに乾燥した地域でも栽培できる。地域別では、アジア州が4割強、ヨーロッパ州が3割強、北アメリカ州が1割強となる。国際連合食料農業機関の統計資料、FAOSTAP によると、2006年の世界、生産量は6億595万トン。これは、米の生産量、6億3461万トンに匹敵する。 トウモロコシ、6億9523万トン、2006年、に次いで生産量の多い農作物である。上位5位までの生産国、すなわち、中華人民共和国、インド、アメリカ合衆国、ロシア、フランスで総生産量のちょうど5割を生産している。小麦の単州は、国によって大きな差がある。2012年の1 0ルあたりの単州は、 集約型の農業が行われているヨーロッパでは、フランスが7 6 0ラム、ドイツが7 3 3ラム、イギリスが6 6 6ラムと非常に多種である。日本では4 1 1ラムであり、ヨーロッパ諸国の3分の2程度である。これは、日本では、本州以南では、水田稲作の裏作として、副次的に作付けされることが多く、小麦に、 最適な土壌管理等がなされにくいこと。また、北海道以外では、小麦の当時期が梅雨にかかってしまい、収穫量や品質に重大な影響を与えることがしばしばあるためである。なお、小麦の大生産国であるアメリカ合衆国では3 1 1ラム、オーストラリアでは2 1 5キログラムと単収は低い。カザフスタンに至っては7 9ラムと、 主要な生産国の中では最低レベルである。こういった国々では、単州の低さを農園の広大さで補い、素方栽培型の農業が行われている。ちなみに、小麦においては、単州は、先進国と発展途上国の間に、明確な差は見られない。エジプトや、1980年代から1990年代に、かけてのジンバブエ、ジンバブエ政府の政策により、 2000年代には3 5 0ラム前後にまで激減したのように 10R あたりの単収が5 5 0ラムから6 5 0ラムにも上り世界最高水準に達している途上国もある一方でロシアの単収は1 7 7ラムとフランスの4分の1未満に過ぎない日本の生産量は86万300トン2005年 うち北海道での生産が全体の65%を占める。世界的に問題となる生育期の降水量に関しては本州以南も申し分ないが逆に本州の多くでは収穫期に梅雨入りしてしまい小麦の収量、品質に多大な影響を与えてしまうため国内では梅雨がない北海道が幸いに適するためである熟した小麦は水分を得ると発芽する、発芽 歩発が起こした小麦の値段は一気に下がる。国内の栽培品種についても、梅雨の存在が影を落としている。とりわけ、東北南部以南では、水田における裏作として、伝統的に栽培されてきた、当時苦が早く、収穫期の多湿単位に比較的強いうどん等の在来面類向けの品種が、もっぱら生産され、パン向けは、国内生産の半分に満たない。これは、パン向けの小麦は、 特に収穫期の高温多湿タウンに弱いため、国内では、品質、収量ともに安定的な生産が難しく、農家が経営する傾向があるためである。しかし、近年の小麦国際価格の高騰と、製パン向けの国内産小麦に対する根強い、国内需要があることから、パン向けの品種改良や、数少ない国内産のパン用小麦の争奪戦が行われている。 小麦は最も貿易量が多い穀物である。2005年時点の総輸出量は1億2027万トン、総輸入量は1億2018万トン。例えばトウモロコシの総輸出量は8964万トン、米は2503万トンに過ぎない。輸出国はアメリカ合衆国2749万トン、22.9%、フランス1602万トン、 13.3%、カナダ1398万トン、11.6%、オーストラリア1392万トン、11.6%、アルゼンチン1042万トン、8.7%の順であり、この5カ国だけで全輸出量の2、3を占める。輸入国は、スペイン、6.2%、エジプト、イタリア、アルジェリア、日本、ブラジル、 インドネシアの順に多い。この5カ国で全輸入量の35%を占める。日本の輸入量は全輸入量の4.6%。日本の小麦輸入相手国はアメリカ合衆国55.9%、オーストラリア22.2%、カナダ21.2%であり、その他の国は0.7%に過ぎない。 食料法第3章により、麦は政府の価格統制が存在する。42条により、政府は麦等の輸入を目的とする買い入れを行うことができる。政府麦。日本政府は、商社が輸入した小麦を購入した上で、政府売り渡し価格を製粉会社に提示、引き渡す制度になっている。製粉会社は、マークアップと呼ばれる上の世金16,868円。 t を政府に、拠出金1、530円、t を、農水省 OB が、中心の組織、製粉振興会に支払うことで、原料を購入することができる。売り渡し価格は、年3回、現行年2回、10%程度の増減幅で、見直されているが、蒸気の情勢や天候に大きく左右されれば、国際価格に影響を受ける。2006年頃から、 上昇傾向にあった小麦価格は2007年には主にオーストラリアでの大規模な不作によって小麦価格が高騰、それに伴い政府価格も改定しパン屋や木そばなど小麦粉を使う製品の値段が上昇した2008年10月には売り渡し価格が20%値上げされるほか2009年には国産買取価格も30%値上げされた 45条により、政府及び政府に委託を受けた以外の者のが日本に小麦を輸入する際には、輸入関税に加え、国内生産農家保護のため麦等を輸入の付近を納付しなければならない。日本における農林水産省が認定する農林認定品種は2010年までに170種を超える。日本に輸入される外国産の小麦は、 複数品種をブレンドした銘柄で取引される。作付け面積は農林水産省調べで3年による。小麦のタンパク質の大部分を占めるグルテンはセルアック病という遺伝性免疫疾患を引き起こすことがあり、先進国の一般人の少なくとも約1%に影響している。罹患していても自覚しなかったり診断されていなかったりするのが セリアック病の例のほとんどであることを示唆するデータもある。唯一効果的な対処法として知られているのは、生涯を通してのグルテン除去食である。セリアック病は、小麦タンパク質に対する過剰を反応として発症し、小麦アレルギーと異なる。判別される他の疾患は、非セリアックグルテン過敏症、一般人口の0.5から13%が、罹患している。 グルテン性運動失調、グルテンアタクシア、方針上皮膚炎が挙げられる。グルテン摂取が引き起こすこういった疾患は、まとめて、グルテン関連障害と呼ばれている。この障害の発症件数は、世界各地で増加しており、その原因として、まず食の西洋化が指摘されている。地中海沿岸域では非伝統的な小麦系食材の使用が増え、アジアや中東や北アフリカでは、 伝統的な米と変わるように小麦が定着しつつある。障害の増加の原因として、他には近年に開発された新しい種類の小麦が細胞毒性的なグルテンペプチドをより多く含んでいること、また生地の発酵時間の減少によって、パン等のベーカリー製品がより多くのグルテンを含んでいることも指摘されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。